で、凛とした女性を京子町一同全力で表現いたします。自分らしく咲き誇れ。あなたも一緒に夢を追いかけませんか。よろしくお願いします。それでは参ります。昔昔あるところに働く女性たちを見守る女神、五木島姫の御事と額のまんまる姫だるまがおりました。もうすぐでからいいな。ひざむきな彼女らを見守らん。澄んだ空に赤き朝日が昇り、新たな物語が幕を開ける。だるまさんが笑った。京子町の皆さん、ありがとうございました。とても可愛い演舞でしたね。続きまして、